さてこれは梶谷ですね。梶谷も頑張ります。安定感のある梶谷、棒状宙返り。フィニッシュはどうでしょうか。着地が乱れましたね、はい、でも前方の2回宙返り、非常に難しいんですね、着地の取り方がですね非常に、決めのいい選手ですね。見てみましょうか、はい、ここから前方宙返り、すぐ倒立から2分の1ひねりですね。ここなんか非常にいいさばきしてますね、から棒状宙返りに入って、ここから前振りに落として最後のフィニッシュですね。前方の2回宙返りです。ここですね、はい、前方の2回宙返り。そうですね、正確に言いますと抱え込みの2回宙返りですね。そうですね、ちょっと開きが早かったみたいですね。もう少し待ってれば多分着地がうまく止まったんじゃないかなっていう感じしますけど。5種目終わってほっとした梶谷、まずこの人の世界選手権行きの切符もどうやら名前が半分以上入ってきましたね。そうですね、やはり彼あたりがどんどん入って、